はい、本日はですね、4万円以下の買ってよかったダウンジャケット6選というのを紹介していきたいなというふうに思いますということになってますのでですね、まあ本日はあのダウンジャケットの紹介はしていくんですけども、ダウンジャケットって結構値段高いやつは高いし、安いやつは安いじゃないですか。まあ何がちゃうのって言われてようわからへんけど、ダウンジャケットやったらとりあえず4万円以下でちょっと抑えたいなっていう方なんかは、まあ、僕が持ってるジャケットの中で4万円以下でこれはおすすめですよっていうのをご紹介していきたいなというふうには思うんですけども、まあ、ダウンのジャケットってね、やっぱセレクトショップとか行ったりしたらもちろんありますし、あとまあ有名なブランドから出てるとかっていうのもあったりするんですけども、同じ3万円でも全然クオリティがちゃうかったりするんですよね。これで3万もするのっていうのもあれば、これで3万円で買えんのみたいなものもあったりするので、やっぱりどうせ買うんやったら失敗したくないじゃないですか。でも僕の中ではですね、この持ってるジャケット今日紹介する6選っていうのは、まあ、そんなに買って多分失敗はないやろうなというふうには思ってるので、まあ、ご紹介するということになってるんですけど、まあ、本日の流れとしてはですね、まず1点目から6点目までそれぞれ紹介していくと。でその時に、まあ、ちょっと特徴といいますか、まあ、こういうとこがありますよとか、まあ、こういうのがちょっと使ってていいとは思うんですよとか、でもただこういう人にあんまおすすめじゃないですよみたいな感じの、まあ、感想みたいなことをちょっとお話しして、で、まあ、おしまいという感じの流れでいきたいなというふうに思いますので、まあ、早速1点目から紹介していきたいなと思います。まず1つ目がですね、こちらのアトム AR フーディーという、インナーダウンというか、まあインナーでもアウターでも、なるダウンジャケットということにはなってるんですけども、このダウンジャケットも何がいいかっていうと、めちゃくちゃ使い勝手いいんですよね。なんで使い勝手ええのっていうことになるんですけど、これパッて見るとですね、そんなにモコモコしないんですよね。なのでモコモコのダウンジャケットっていうよりかはちょっとワタは少ないなってことにはなってるんですけども、めちゃくちゃ考えられてて、この例えば内側っていうんですかね、例えばこう腕とかも内側あるじゃないですか、内ももとかもあると思うんですけど、この内腕っていうのかな、まあ、腕のところってこういうところにはダウンの量を少なくしてるんですよ。で逆に反対にこういう外側っていうんですかね、要は風が当たりやすい部分っていうところには中の綿っていうのをちょっと多めにしてるんですよね。だからパッて着てもらうだけでこの快適な温度になるっていうか、やっぱ内側に綿がいっぱいあるとちょっと暑すぎるっていうことってあるじゃないですか。だから極力内側を減らして外側はちょっと寒くなりやすい部分っていうのに綿を多く入れてたりするっていうところで、同じ均等に入れてるわけじゃなくて VVによって綿の量っていうのを変えたりとかしてるので、より快適に着やすくなってるっていうのもそうですし、さらにアウトドアメーカーが出してるまあインナーダウンというかインサレーションダウンになってるので、もちろん撥水性とかもあるので水を弾いてくれるとか、まあ、小雨でも全然大丈夫でっていうのがあったりとか、あとジップとかがですね、これ開けやすいんですよね。さってやったらピヨーって開けていくので、普通ジップってこれやったらグッて噛むじゃないですか、じゃなくてピヨーンってやって開くので、まあ、この辺なんかはめちゃくちゃ使い勝手がいいということになってて、これが確か値段が3万8000円ぐらいなんで4万はちょっと切るんですけど、4万以下でこんだけ使い勝手よかったら多分切る人はめちゃくちゃ切るっていうことになって、じゃあどんな人着んのって言われてくると、やっぱり普段車に乗ってはる方なんかは多分めっちゃ使えると思うんですよね。普段車でこれ乗ってるか来ますと、ちょっと外出たりしても全然まあ寒くはないということになってて、まあ、長時間外でこれ1枚でおると多分寒いと思うので、長時間おるんやったらもっとゴツめのダウンジャケット多分着はると思うんですけど、ちょっと外に出るとパーキングでちょっとトイレだけ行こうかっていう時にトイレ行くと、ご当地のアイスクリーム買おうかっていう時なんかはこれパッて着ておけば全然問題ないと思いますし、それ以外にやったら、まあ、僕みたいに室内と室外を結構往復する人っていうんですかね、まあ、在宅で仕事しててちょっとコンビニ行こうかってなったりとか、もうこれさっと着ておけば全然問題ないし、例えば仕事で室内と室外を結構往復する方なんかはあんまモコモコのダウンジャケット室内は暑いし、でも室外って暑すぎるしみたいなった時は、まあ、これ一着あったりとかしたら結構使い勝手はいいと思いますので、これまあ何がいいかって、僕がいいって言ってるだけじゃなくて、アークテリクスの店員さんも結構な頻度で持ってあるらしいんですよね。でそれこそなんか歌い文句とかではアークの社員さんがほぼ持ってるダウンジャケットっていうか、まあジャケットみたいな感じで紹介されたりするぐらいなんで、まあ、これは僕がおすすめするのもそうなんですけども、そもそもアークテリクスの店員さんというか社員さん自体も気に入ってるっていうのは、それはそれでいいもんじゃないですか。まあ、なので個人的にはおすすめじゃないかなというふうには思います。でちなみにですね、取り扱いもめちゃくちゃ楽で、普通に洗濯機で回せるんですよね。で特にこれドラム式の洗濯機をおすすめしますって書いてあるんですけど、まあ、ドラム式とかで乾燥とかかけてあげると、またより中綿がふっくらかけてくるというか膨らんできたりするので、まあ、普通に家で取り扱いができるっていうのも結構まあこれはいいところじゃないかなというふうに思いますので、まず一つ目っていうのがこちらのアトム AR フーディーということになってます。では次2点目っていうのがですね、
こちらのユニクロのシームレスダウンになるんですよね。まあ、僕あんまりユニクロを伝えたりすることはなくて、まあ、ユニクロはユニクロでやってはる YouTuber の方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。やっぱそれはそれでいいと思うんですけど、まあ、僕はですねあんまりユニクロとか買うことはないんですけども、比較動画で買ったっていうのがこれは最初やったんですけども、これ16,000円ぐらいで結構しっかりした中綿というかダウンジャケットなんですよね。普通のダウンジャケットとして着用できるので、まあ、本当に真冬着る用の、まあ、ダウンかなとは思うんですけども、16,000円でこれ実現できるっていう感じで、まあ、しっかり水も弾いてくれるし、なおかつ風もギュッて止めてくれたりするのに、なおかつさらにシームレスのダウンを使ってる、要は縫い目がないダウンジャケットを使ってますよと。で、ジップも止水ジップって言って水が入らないような感じなんで、要は何っていうと、例えばセーターとか着てると、でこの上から、ダウンジャケット着ますと、ほんで雨降ってきたってなっても全然セーターは濡れない、中は濡れない、でもっと言うなら雪が降ってきたとなると、それでも全然濡れないという感じになってるので、まあ、16,000円でちゃんと雨の時も着れるというか、天候も考えられてる、そしてなおかつダウンの中綿も結構ええもん使ってるんですよね。確か630かな40か忘れたんですけど、フィルパワーっていうもので、まあ、フィルパワーがよくわからない方は、要は数値が高くなればなるほどいいダウンなので軽いんですよね。でダウンジャケットが軽く作られるっていうことになってるので、まあ、ダウンの醍醐味ってやっぱ軽さじゃないですか。であったかいもんで言うとコートとかもあるけど、やっぱコートは重たいと、でずっしり着て猫背になっちゃうよということなんで、まあ、こういう軽いの着てればシュッて腰が、まあ、伸びてくると思うので、まあ、そういったダウンのいいところっていうのもちゃんと採用されてるっていうのがこのダウンジャケットで、値段が16,000円ということで、まあ、今回紹介する中で一番安いんですよね。で僕はあんまユニクロそんな好きでもないんですけども、これに関しては好きじゃないんですけど、機能的には間違いないというか、品質的にはこれ16,000円で出せるブランド他にどこにあんのって言われたら多分ないんですよ。って考えたら、まあおすすめっていうか、買って絶対失敗はないなっていうところで、2つ目がこのユニクロのシームレスダウンということになってます。で次がですね、こちらノースフェイスの、ヌプシジャケットになります。まあ、これはですねほんま30年ぐらい前からずっと発売され続けてるっていうことで、そんだけ前から発売され続けてるってことは、要は満足度が高いからずっと残ってるわけじゃないですか。要は売れないものってなくなっていくと思うので、そんだけ残ってるってことは売れるから残っていくっていうことなんで、まあそんだけまあ満足度が高いようなダウンジャケットっていうのが、まあそれだけでわかるとは思うんですけども、もともとダウン質自体もノースフェイスの中でも結構いい方なんですよね。でなおかつ値段がノースフェイスの中では比較的安い方ということになってて、物はいいのに安いということになってて、おほんのそれめっちゃいいやんってことなんですけど、やっぱそれ以外の機能っていうのはあくまで省かれてると言いますか、なかったりするんですよね。まあ、それがどういうことっていうと、例えば外側の生地が、まあ、防水の生地とかではないということになってるので、まあ、この辺も値段が下がってたりだとか、あとはジップが止水ジップ使われてないので、雨の日とかはちょっとまあ雨はもう濡れちゃうよっていうことがあったり、中のナイロンの生地なんかもこれもまたいい生地使ってたらもっとやっぱ高くなってきたりするんですけど、あくまでこう普通のナイロンの生地が使われたりするっていうことで、まあ余分な機能とかは使われてないけど、ダウンジャケットとして必要な機能というのはちゃんと盛り込まれているというようなことになってて、これは僕一応迷彩のやつを買ってるんで、迷彩のやつはちょっと値段がね37,000円ぐらいするんですけど、迷彩じゃないやつがやったら35,000円ぐらいで購入できるということで、40,000円あれば十分お釣りが返ってくるという感じになってますので、まあ、ちゃんとしたダウンジャケットが欲しいっていう方なんかは、このノースフェイスで言うなら、まあこのヌプシジャケットが値段も抑えれて、クオリティもまあまあいいクオリティで買えるということになっているというのがヌプシジャケットじゃないかなというふうには思います。まあ、なのでノースフェイスの中でどうしても一着最初に欲しい、でも失敗したくない、そんなに値段もかけたくないっていうことであれば、まずはヌプシジャケットを購入して、その次に例えばバルートローとかマウンテンダウンとかいろんなダウンジャケットがあるので、まあ、自分のその生活スタイルに合わせながら購入するっていうのがいいと思うんですけど、まあ、一番最初誰でも万人におすすめするの何って言われると、ノースフェイスの中ではまあこのヌプシジャケットが一番おすすめしやすいんじゃないかなというのが、まあ、歴史から見てもわかるというか、まあ、1990年代からずっと発売されているモデルになってますので、まあ、そういったところが、このヌプシジャケットかなというふうに思います。では次のジャケットはですね、こちらのノースフェイスのサンダージャケットという、まあ、これもちょっと薄めのダウンジャケットになってるんですけども、まあ、ダウンというか中綿なんですけどね、まあ、ジャケットということになってて、これも値段が確か30,000円ぐらいということで、まあ、先のアークテイクスよりはちょっと安いんですけど、まあ、インナーダウンにしては結構高い方やとは思うんですが、さっきも言ったみたいにこれ中綿っていう、まあ、人工のダウンみたいなのが入ってるんですよ。でそれのおかげで例えばこう濡れるじゃないですか、雨とかで濡れたってなったりとかしたら、これは濡れるジャケットなんですよ。防水じゃないんで濡れちゃうんですけど、まあ
濡れたとしても暖かい保温力をキープできるっていうジャケットになってて、まあ、他のダウンジャケットとかやったらやっぱ濡れちゃうとペチャンってなっちゃって一気に寒くなるんですよね。だけどこれに関しては濡れちゃっても全然暖かさは担保しますよっていうのが中に入ってたりするので、まあ、それで3万円するっていうことなんですけど、まあ、これの特徴としてはねやっぱ細身なんですよね。結構すっきり着れるので、まあ、あんまりシルエットを着膨れさせたくない方とかもいらっしゃるじゃないですか。結構キュッて細く着たいねんっていう方なんかはこの、サンダージャケットは結構おすすめになってくるんですけど、サイズだけねちょっと注意で、サイズ感がちょっとちっちゃめになってるので、僕178-65で L サイズで着用してるんですけど、もう一個サイズ上げても全然大きくならなくて細い感じで着れたりはするので、まあそういった細身に着たい方とか冬はあんま着膨れしたくないねんっていう方なんかにはこれは結構おすすめですし、それ以外には先ほどのアークテリクスのインナーダウンもいいけどちょっと3万8000円までは出されへんわっていう方なんかはこの3万円、1万円ぐらい下がるので、まあ、サンダージャケットはインナーダウンとしては使えるんじゃないかなということで、これが3つ目の4万円以下のおすすめジャケットということになってます。すいません、3つ目って言ったんですけど4つ目でしたね。はい、では次5つ目の、ダウンジャケットっていうのがこちらのナンガのダウンジャケットになります。でナンガって聞くとあんまり知らない方もいらっしゃるとは思うんですけども、これ日本のブランドで、日本の滋賀県なんですね、近畿の滋賀県にあるダウンメーカーというか羽毛布団の会社になってるので、もう羽毛のスペシャリストなんですよ。まあ、なので例えば登山行かれる方とかやったら登山行く時って登山メーカーのウェアを着ると思うんですよね。で多分それが快適なんでそういうのが多いと思いますし、逆にその登山メーカーじゃないウェア着てはる方って初心者の方が多いかなとかって思うし、まあそんなことないかもしれんけど、まあそういう感じでダウンジャケットといえばこれダウンの、まあ、持ちは持ちやなんでダウンメーカーが作ってるダウンジャケットやから、もうダウンの質は絶対間違いないということになってますので、まあ確かにそう聞くと、はあ、確かにダウンメーカーが作ってるんやったらまあいいダウンやわなというふうには思いますので、思うと思うんですよね。はい、ということで、まあ、ダウンジャケットがこれ作られているということにはなってるんですけど、あくまでファッションメーカーではないっていうところも、まあ、ちょっと点としては注意点ではあるんかなと思うので、結構ナンガを語る上で皆さん言うのがダウンはめっちゃいいダウンですっていうのは結構強調しはるんですけど、じゃあファッショナブルなんて言われるとあんまりそういう声は聞かなかったりするので、まあこれはね個人の各々の考え方とか感じ方やと思うので、まあこれはファッショナブルやって思う人もいてるやろうし、そうじゃないって思う人もいてるとは思うんですけど、まあ、ダウンの質に関しては間違いない。逆にこの4万円以下でこんだけの質で、まあ、本格的なダウンジャケットを買えるブランドって他にどこあんのって言ったら多分ないんですよ。だからナンガなんですよねっていう、まあ、しょうもないことは置いといて、まあ、これが確か4万ちょうど切るぐらいやったと思います。だから4万前後っていう感じなんですけど、まあ、消費税入れへんかったら多分切れてると思いますということになってるので、一応今回ご紹介ということになってて、本格的なダウンジャケットやったら、さっき言ったユニクロのもいいんですけど、もう一個上もっと保温力高めたい、もっと軽さ欲しいっていう方なんかはこのナンガはおすすめじゃないかなというふうには思いますということになってますので、これが5つ目ということになってますね。では最後6つ目に行きたいなと思うんですけど、6つ目がこちらのモンベルのスペリオダウンという、こちらもインナーダウンジャケットになってはいてるんですけども、まあ、秋口とかであればこれをアウターで着ることもできますので、この中に例えばパーカーを着たりとか、あとはまあシャツを着てもらったり、こういう普通にロンティーを着た上で、まあ、これ T シャツですけどね、半袖ですけどね、まあ、こう着てもらうっていう形もできたりしますし、冬場になってくるとこれをインナーに着て、さらにここの上からマウンテンジャケットとかをパッて着てあげれば、まあ、しっかり冬も大丈夫やとは思うんですけども、これがですね価格が安いんですよね。これが1万円ジャストぐらい、1万ちょっとぐらいかなっていうことになってるので、僕が今回紹介した中で一番値段的にはお手頃やのに、なおかつ、アウトドアメーカーがちゃんと作ってるブランドっていうことになってるので、まあ、品質的には全然物足りなさとかは感じないとは思うんですけども、ただやっぱさっき言ってたみたいに、サンダージャケットってノースフェイスのインナーダウンとかやったら雨の日も対応できるよとか、あとアークテリクスのアトムAR フーディ一番最初のやつとかやったら、その綿とかも部位によって考えられてるとかっていう、よりこうもう1ランク2ランク上の機能っていうか、まあ構造になってると思うんですけど、まあ、これに関してはそういうのがない、まんべんなくダウンを、敷き詰められているということになってて、じゃあ雨の時どうなんてやったら、雨も、濡れちゃうとダメなんで、濡れないようにちゃんと対策しなければいけないんですけども、最低限のスペックでいいというのであれば、もう全然これは問題ないと思うんですよね。必要以上の機能がいらないっていう方に関してはもうこれで全然問題ないと思うので、むしろこれで1万円でこのクオリティで買えるんっていう感じだと思うので、まあ、インナーダウンを探されてる方でちょっとユニクロよりもう一歩上行きたいっていう方なんか、まずこれが、インナーダウンとしてはいいんじゃないかなということで、まあ、結構ねこれは着てはる方も多いとは思うんですけども、まあ、買ってそんなに間違いはないというか、まあ、これで満足できひん方はもう一個上っていう感じでやっていけばいいんかなというところで、まず、最後が6個目がモンベルのスペリオダウンということになってます。はい、ということでざっと紹介したんですけども、まあ、それぞれの詳しい紹介というか詳しい説明とか特徴デメリットっていうのは以前動画で説明してるので、それは動画説明欄に下貼ってますので、まあ、それを見てもらえばより分かるとは思うんですけども、まあ、とりあえず4万円以下で探してはる方なんかは、まあ
この辺を買っといて、まあ間違いはないというか、まあ、そんなに後悔することはないようなダウンジャケットを今ざっと紹介させてもらったっていうことになってて、まあ、結構定番なんですよね。どれも定番でもう前からずっと作り続けられてるものやったりしてて、まあ、やっぱ満足度の高いダウンジャケットが多いと思うので、まあ、この辺なんかを見て選んでいくとそんなに大きな失敗はないんかなっていうのが、まあ個人的な考え方ということになっております、ということになってますので、本日はですね4万円以下で買って失敗しないジャケット6選というのを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。